あとまあ使えないかもしれないけど、ったことあるからね。こんにちは、吉良久幸です。こんにちは、ドンボカラーワークスです。お久しぶりです。ご無沙汰しました。会話の途中でね、屁が出たからね。そんぐらい久しぶりだった。何それ。いや今日は、はい、コロナ。ですね。まあ、発表したのが、自分らが発表したのが2月の初めですかね、から2ヶ月経って、まあだいたい想像してたぐらいになったのかなって、なんかやっぱりそうなったなっていう感じですね。そうで、今日は別にね、コロナについてはもうね話すこともないんだけど、うん、あれですよね、コロナでこの状況下でどう過ごしてるかみたいな話、うん、をちょっと話せればっていうね、うん、そうね、まあ医学的にどうのこうのとかね、もう分からないし、うん、特に偉い人でもないんで、なんかこうどう対処すべきかともよく分かんないけど、うん、国民に対してとかね、うんうんうん、何が正とか俺たちには分かんないですけど、向き合い方みたいなね、まあ、どう過ごしてるかみたいな感じかな今日は。まあまず体調は万全にしとくっていうところは確実、うんうんうん、でどもさん朝何してんだっけ。ヨガしてるし、ね、ヨガしてんだよね。そう5時19分に起きてるんですよ。そうそれ別なんもないでしょ。え、なんかあんだっけ5時19分ある。え、なんだっけ、誕生日。あ、そうだ。バースで毎日ハッピーバースデーやったの。そうだ、ね、エブリデイハッピーバースデーだ。ほんと俺ね、うん、お家泊まらせてもらった時、うん、あれなんか朝音聞こえんな、あ、ヨガの音だと思って、うん、ね、なんかヨガの音楽流してて、うん、ヨガの音楽っていうのあれ、いや、あれはね、デイリーで変えてるんだけど、だいたいチルみたいな感じで、ちょっとスピリチュアル系な。そうだね、見なかったけどね、なんか覗きたかったけど、うん、邪魔しちゃいけないなと思って、うんうん、ヨガしてんだ。参加してればよかった。体調的にはね、全然万全かな、うん、やっぱり作業環境は俺らも外だからね、全然人とあんま接したりすることもない季節だし、うん、俺もそうだね、事務所だから、うん、まああまり、うんうんうん、って感じだね。まあでもそんな感じかな、うん、まああれだよね、だからどう変わったということも特になく、うん、やるべきことを淡々とやるっていうのに変わりはないみたいな、うん、相変わらずニューヨークに向かってなんかちょっと頑張ろうか、まあこれね支援してますみたいな、アイラブ、ウィーラブでね。今何着目、これでも3着ぐらいあるかな、レディースでね。ちょっとずつ増やしてるでしょ。そう、ここがちっちゃいのね、レディースで。ね、あと画面見て喋ってるでしょ。すごいね。こっちね、そうみんな。まあ生活は大変だと思う。まあ新型ウイルスでしょ、なんか思ったんだけど、うん、新型ウイルス、新型人類になればいいんじゃないと思ってね。うん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 、ウイルスも新型になったんだったら、まあ自分らも新型になって、なんかこうアップグレードして、うん、こう価値観とかこう全部ひっくり返ったじゃない今回、うん、まあ働き方もそうだし、うん、いいとは言えないけど、なんかね、まあこうなったんならこうどうやっていくみたいなね、対応していく、順応していくみたいな、うん、なんで薬局に並ぶ必要があるんだろうみたいな、うん、薬局に並ぶっていうのはどうなんですかね。いや、どうなんですかね、あれはしない方がいいよね。まあ買いだめもあれだし、あんな一人がさ、いっぱいトイレットペーパー買ったらさ、物流が間に合わなくなるの目に見えてるのね。ね。あんなかさばるものをさ、あんな大勢が。家どうなってんだろうね。仕事でその静岡に徹夜で行ってきたんだけど、うんうんうん、でも東名高速も物流さんすごいんだよね。でもトラックブンブン行ってると思う。でもパーキングにも溢れてて、うん、トイレットペーパー必要分だけみんな買えば、必要ないわけじゃん、うん、そのバン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 なんかピストンみたいになってさ、うん、ドライバーさんが、だってドライバーさんだって家族いると思うぜみたいなね、うん、でコロナかかる可能性の場所に行くわけでしょ、そう、うん、それを考えるとね、なかなか。あ、けどここさ、ちょっとあれ言っていい、うん、東京の人動かないでもらえる、うん、
いい意味でね、本当に。だって最初に始まったさ、コロナのさ、うん、中国のなんだっけ、正月、はい、あそこで動かさなければ、うん、意外にロックできたわけじゃん、うん、と同じことになるじゃない、東京の人たちが今動くと、うん、だから動かないでほしいよね。そうだね、そこにいてって、うん、うん、すげえ反感出るから今の。嘘だよ。じゃないのだけど荒らさないで、うん、結構静かにみんなやってるから、うん、本当にだってそれしか現段階で対策ないからね。そう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 、行動範囲を狭めるってことしか、そう、見えないがあるゆえに、うん、いや実際ね、そのまあ関東からの入り口に自分の地域は属してるわけで。そうだよね、うん、ものすごい県外客が増えてるね。で、うん、ユーザーとか今やばいんでしょ。いや、やっぱり爆発的に避難みたいな、もう本当にね、ゾンビ映画みたい。あ、もうそんなになってきてんだ。うん、ワールドウォー Z みたいな。怖いね。ゾンビ軍、ゾンビ軍、うん、そんな風に言いたくないけど本当に来てほしくないね。うん、止まっててほしいよね。新潟のだってさ、感染者のさ、うん、基本こっち来た人じゃん。そう、それをちょっとみんな知ってほしいよね、うん、来る人は、うん、自分だけのなんつうの、自分を守りたいっていうのは分かるけどさ、うん、そんな生き方してたらクソな人生しか歩めないからさ、うん、絶対みんなのまず考えた上の自分を考えてさ、うん、生きてんだったらそれでいいんだからさ、うん、動かないでさ、うん、静かにしててほしいよね、うん、そこは重要なポイントだよね。そうだって、あとまあ多分ね、なんだろう、東京に行けって言われて、うん、みんな上京したわけでもないと思うんだよね、うんうん、どっちかっていうと自ら東京がいいって言って自分の選択で行ってると思うんだよね、うん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 、だからそれをやべえと思って、うん、なんかこうって帰ってくるのはまあどうなのかなみたいなのはもう、そうだね、強制でね聞かされてられたけど、うん、うん、自己判断で言ってるから、なんか自己判断をしっかりしてほしいね、うん、止まっててっていう、うん、そういうのはもうね、その東京勢に関しては、うん、東京の人聞いてたら、帰ろうとしてる人いたら止めといてください。うん、お願いします。広がることは誰も望んでいないから、うん、でも誰も予想しなかったことじゃない、うんうんうん、が起きてるわけじゃない、うん、感染速度とかさ、うんうんまあ、症状もまだ謎じゃん、なんでこうなのみたいな、うんうん、詳しく解明されてないのが現実として起きたじゃん、うん、でこっから先また現実じゃないことが起こり得る可能性があるでしょう。あるね、あるでしょ、全然あるね。なんか違うウイルスでね、うん、もうなるだろうしね、うんうんうん、だってウイルスもさ生きるのに必死なわけじゃん、うん、みんなと一緒でさ、うん、全然違う方法出してきてもさ、うん、あり得るよねって思うから、うん、だから僕らが来年に行くって言ったけれども、うん、それもまだ分からない、ね、怖いよ、行きたいけど、うん、怖いね。てか2月って言うんだったら多分まだ相当ニューヨークはダメージがあるよね、うん、すごいロングスパンのロードトゥニューヨークですよね。なかなかたどり着けない、ね、すごいタイミングだったよね、まあ、今回のことは完全リセットかけられてる感じだからね、うん、なんかまたこれきっかけに面白いことが行動に移せるのがいいかな、うん、考えるだけじゃなくて、うん、なんか仕事のスタイルも絶対もう変わるよね。変わる、今のもうなんつうの当たり前なさ、うん、あるじゃん、うん、それがもう多分これが当たり前としてたことが間違ってたわけだから、うんうん、そういうのがもうなくなって、遊び方いい意味、うん、で仕事がこう回っていくんだとか、うんうん、いろんなことがこうすごい面白いターンが生まれる気がしてて、うん、それはすごくワクワクするなって思ったけど、うんうん、人体的にもなんかパワーアップしそうな気がする。負けない人種になっていきそうなんかね、そう長手が伸びたりとか無意味になんで無意味に手が伸びるそう、なんでもねえ話だ今のところ、うん、なんでもねえ話と東京から来んなって話しかしてないから使えるとこ少ないなるべく使うけどねなるようにしかならないもんな。そうだね、
コントロールすべき、まあコントロールしようとはしなきゃいけないけどね、そのウイルスの拡大とかは。だけどウイルスの存在をどうのこうのはもう、ね、もう無理じゃん。そう、向かい合ってなんかね、そんな悲観的にならずにいかなきゃいけないなみたいな、うん、もういるのは間違いないんだから。そうだね、その中で生きていくためにみたいな、うん、そのなんつうの、そのマインドの話をさしようよって言ってたけどさ、うん、もう終わったよね終わったないんだよね結果だって。普通なの普通なのよ、まあ、焦んない方がいいんじゃないかなみたいな、うん、まあ焦ってもたかが知れてるしみたいな。そのさ焦るっていうポイントってさ、うん、やっぱ結構大きく占めてんのってさ、お金だったりするじゃん。お金だろうね、うん、だあれだよね、生活水準が高すぎるのかな。うん、生きてりゃいいんじゃね、生きてんだから、うん、まあ、もういいんじゃないっていうラインじゃん、うん、なんか二人とも考えてるのは、うんうんうん、だからそのお金がなくなるに怖いことはもうさ、個人事業主だからさ、うん、もともとないけどねその分かってるじゃん、うん、金がなくなるあの恐怖みたいなのって。そうだね、けどあの恐怖よりさ、しどうしたん。いや俺同じポーズしてるうん、面白かった。映画面白かった。何の話なの。お金ね、お金なくなったらなくなっただよね。さっきも二人で話してたけどさ、うん、潰れたら潰れたじゃん、もうしょうがない、うんうん、それもなんかいいじゃん、自分の生きてる人生の中でウイルスが蔓延すると、うん、ずっとやってきたオフィスさえもダメになるっていうデータじゃん、うんうんうん、なんかそれってだって自分たちの子供たちだったりとかさ、うん、仲間の子供にも教えられるじゃん、うんうん、ずっとそれが安定とすることじゃないし、うんうん、みたいな。俺あれ不思議だったのがさ、うん、会社ってやったことないから、うん、会社ってすごく安定してる、うんもんでもねえのは分かってたけど、うん、こんな 何ヶ月何週間ではビクともしないものが会社だと思ってたの、うん、バッタバタじゃん。そうだね、意外にガッタガタよ。だからえって会社ってその日暮らしなんみたいな感じを受けちゃって、うんうん、これは全然あの悪口じゃなくて、うん、これが現実なんだっていうのを知った時は、うんうん、なんか本当驚いた、うん、だから社員の方一番驚いてんじゃないと思って、うん、みんな自転車操業みたいなね。そうだったんだっていうのがあからさまになったから、うんうん、だから今の何学生たちとかもさ、なんだろう、いいきっかけだよね、うん、大人が大学出て安定した会社に入れって言ってたことが、安定してる会社も安心な会社も絶対中にあるけどさ、うんうん、そうじゃない会社が大半だっていうことが分かったから、そうだね、うん、その言葉が嘘だって分かるわけじゃん、うん、何の経験上もない中の大人の言葉だったわけじゃん、うんうん、それはちっちゃい頃から思ってたけど、うん、だから先生が言う安定とか、うん、大人が言う安定を完全に無視できて生きていけるよね、うん、だからすごいそれはまたいいきっかけかなって俺は思うんだけど、うん、選択肢とかすごい広がるよね。ね、学校行くって選択肢もあるけど、それさえも本当かどうかが分かんなくなってくるっていうか、そのまあでも学校に行くっていうのはもう本当じゃないでしょ。いや本当じゃない、行ってないからなんだけどもう本当じゃないのは知ってんだけど、うん、いやそれも疑わない人の方が多かったけど、そういうことね、疑う人が絶対増えてくると思う。だから全部いい感じにリセットされていくっていうか、うん、これがまたこの前の時代に戻ったらさ、もうどうなるんだろうって思っちゃうけど、逆に戻ったらもう日本に入れないよ、うん、だからすごいいいきっかけだなって思うよね。子供たちにはなんかいいかもしれないね、うん、固くなななんかさ、その教育神話だかなんだか知んないけどさ、うん、そういうのひっくり返せるじゃない、うん、コロってね。そう、基礎学力みたいのはそれは必要なんだと思うけど、うん、それとまあ俺が言うまでもないけど、人となりってのは違うじゃない、うん、生きやすくなるんじゃない、みんなね、うん、子供たちは。あとあれで俺がさ伝えたいのはさ、うん、俺の実体験ね、うん、事務所10年やってての実体験でさ、うん、またお金の話に戻るんだけど、
お金なくなる、やばいって思った時に、あがいた時はお金ほんとなくなるの、うんうんうん、なんか自分のスタイル崩したりとか、うん、今までやってなかったことでも周りがやってるからやってみようとか、うんうんうん、超しょうもない考え、うんうんうん、それやると本当にお店潰すことになるから、もうギリギリまで行った時やったけど、うん、でそこで一番唯一やってて、うん、それはもう今でも実践してんだけど、うん、絶対変わるのが、うん、その楽しいことをする、うんうん、暇な時間があれば楽しいことして、とにかくハッピーな感情で入れることをする、うん、それをすることによって、すごいなんかスピリチュアルな話なのか分かんないんだけど、うん、その波動が絶対飛んでるんだよね、うん、多分さ、すれ違ってもさ、明るい人と暗い人って分かるじゃん、うん、っていうぐらいのさ話でさ、うん、明るくいるってことで仕事が生まれることがすごいいっぱいあるの、うん、だからそういう、うん、あのをやってれば絶対じゃないかもしれないんだけど、俺の場合絶対なんだけど、苦しい時でもなんか、うん、なんとか大丈夫、うん、っていうのはすごい実体験だから、あのずっと模索して、なんかみんなやってるからこうやってみようみたいなことを考えるよりかは、スタイル変えないで、うん、スタイル変えることが悪いってわけじゃなくて、うん、いいんだよね、全然いいんだけど、その時の考えって超甘いから、うんうん、流されてってことね。そう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 、だからそういう時はもう楽しいこと、店閉めて、うん、もう家で超子供と遊ぶなり、うん、パートナーと遊ぶなりして、うん、楽しいことを続けてみたら、うん、見え方がまた変わるじゃん、うん、いろんなのが、うん、それをやってみるといいよねっていう提案。でも今の話はね多分今回のエピソードの中で一番重要なことだと思うね、うん、みんなに役に立つし、うん、価値のある話だったんじゃないかな。何しろできそうで、うん、できないんだけど、まあ、そういうふうに努めることが大事だな。特にその個人事業主さんとかスタートアップの人とかにはめっちゃいい話だったと思う。今のは明るく努めるっていうそのマインドみたいなのは間違いないと思う、うん、難しいのかな。いや難しい、だってこ持ちよう一つじゃない、別に特殊能力じゃないじゃん。 それって、うん、これはね即実践して効果があるっていうことだから、うん、やるべきだと思う。もしなんかつまずきそうな人とかいたら、うん、まあ、ちなみにドンボカラーワークス残金3000円の時あったよね。あるね、そういう時ある、ある3000円の時もあったけど生きてるから。あとまあ使えないかもしれないけど言ったことあるから、ね、最悪ね。何ロールパン。いやいや、そんなんじゃなくてね、うん、ただ今このコロナの現状で苦しむより楽しいを増やして、その方が体の健康も免疫がさ、うん、上がるじゃない、うん、楽しい方が、うん、ストレスって結構な体力をダウンすることだから、うんうん、そういうコロナの対策と今後の仕事、あとはお金のことでいっぱいみんな悩んでるけど、うん、の一つのきっかけ、楽しいを増やして健康を維持して、そうするといいことが増えるっていうのを体感してほしい。うんうんうん、そんな甘くないよコロナってなるかもしんない。そしたらうちは潰れる、うん、それでいい、うん、なんか そうだよね、そんなもん、うん、仕事っていうのは、うん、生きることと仕事ってさ、うん、似てるようにさ、なんか一緒みたいに感じてるけどさ、うん、違うじゃん、うん、違う、うん、だから仕事ってそんなもん、うん、って思ってるから、うん、けどがっちりいい仕事は残していくけどさ、こんなことで潰れるんだったらそれはそれまでぐらいな、うんうん、潔く考えてた方が、うんうん、なんかいいと思うんだよね、うん、そんなかな。そうだね、もう俺は子供たちの世界が保たれることが一番かなと思う。そうだね、うん、奴らが笑顔で楽しく人生を歩めればもうそれ以上ないかな、うん、じゃあおさらいをすると、東京の人そこいてください、新潟に来ないでください。あとは、まあ、とにかく買いだめすんなっていう。そうだね、うん、あとは楽しいを増やして健康を維持するといいことあるんじゃないの、うん、かな。そんな感じだった、話したのは、うんうん、あと朝ヨガやるといいんだよね。いいよ。こんな感じですね。面白かったかどうかはあれですけど、うん、伝わる人に伝わっていただければよかったかな。うん、ちゃんとこうあれだもんね、アウトプットとか発信していくことが大事なんじゃない。うん。何その言い方。超やり俺締めずれえじゃん。じゃあ締めて、じゃあ締めて。ま
またあのここに向かってね、そうニューヨークね、うん、我々は頑張りたいと思います。ということでまた次回会う日まで See you next time. Bye bye.